絶対でしょ。絶対見てほしい。これを見ずに選んだら全然ダメですから。うん、任せてください。これで食ってるんで。はい、お疲れ様です。真面目社長です。今回はですね、風俗を選ぶときに最も重要なコンテンツは何でしょうか。写メ日記ですよね。写メ日記に関して徹底攻略させていただきます。女の子を選ぶのっていろんなね、ホームページだったりコンテンツから選ぶんですけど、一番参考になるのっていうのが写メ日記なわけですよ。その写メ日記をどうやって選べばいいのか、それをプロの方にですね、全て教えていただきますので、よろしくお願いします。お越しいただいてます、はい、ティナさんです。はい、皆さんはじめまして、写メ日記講師のティナです。よろしくお願いします。お願いします。簡単な自己紹介の方をお願いしてもよろしいですか。はい、はい、私普段ですね、風俗で働かれてる女の子に向けていろいろ講習をやっております。写メ日記の書き方だったりとか、自撮りの撮り方、接客や写メ日記のセミナーだったり、撮影会なんかも行っております。オンラインでも女の子にいろいろお伝えするようなオンラインスクールみたいな活動もしていて、風俗で働いてる女の子によりお仕事楽しんでもらうためにいろいろ教えさせていただいております。風俗で働く女の子に写メ日記の撮り方とか更新の仕方を教えてる、はい、先生の立場ですからね。、はい、だから写メ日記の本当にプロの方なんで、どうやってね、写メ日記を僕ら男性がいい女の子を選ぶためのポイントだったりとかね、それはもう熟知されてるわけですよね。そうですね、はい、今日はそれを全部教えていただければと思います。任せてください。はい、頼もしいです。まずその写メ日記っていうのは、はい、そもそも、ね、どのようなものなんでしょうか。写メ日記というのは、いろんな風俗のポータルサイトあります。基本はシティヘブンさんだったりとかに載っている、はい、女の子のプロフィールページを見ると、うん、ブログのようなものですね。なのでお店が書いた紹介文だけではなくて、ブログの部分で女の子が自分自身で写真だったり文章を載せて発信しているので、その子のより詳しいところが知れるコンテンツになっています。なるほど。プロフィールの在籍写真とコメントだけじゃなくて、プラスアルファでいろんな情報が載ってるものということですね。そうですね、ぜひ皆さんには女の子選ぶときの絶対見てほしいポイントですね。聞きましたか、まあ、絶対でしょ。絶対見てほしい。これを見ずに選んだら全然ダメですから、うん、もう外れを引く可能性ドブドブ。マストでこれは見ていただきます。で、はい、ただ見る時のポイントっていうのはこれから聞いていきたいんですが、はい、まずまあ写メ日記っていうぐらいなんで、いわゆるその写真ですよね。この写真の選び方というか、はい、外れを引かないポイントっていうのは何かあるんでしょうか。まずですね、写真で外さないポイントで言うと、うん、いろんなパーツだったりとか、うん、全身を写している女の子はやっぱりスタイル感っていうのが想像しやすいんじゃないかなと思います。同じ谷間ばっかりとか顔のアップばっかりよりもスタイルを重視されるお客様であれば、なおのこと全身を写している写真の子を選んでほしい、ね、確かに。なんか全部ちょっと同じ角度の写真の方っていらっしゃいますよね、うん、そうですね。我々として他の角度も見たいなっていう思いますもんね。そうなんですよ。いろんな角度だったりいろんなパーツが載ってる方がより実物との相違がないないようになります。ただ、はい、加工できるんですよ。あーなるほど、はいはい、そう、まあ、言っちゃいけないんですけど加工できるんですね、はい、写真っていうのは、はいはい、ある程度見破れるポイントっていうのが。マジっすか。まず背景を見てください。背景が歪んでいないか、はい、歪んでいないか、はい、特に顔周りです、小顔加工がついてるので、はい、ここがグニャンと歪んでいたらちょっと赤信号ですね。めちゃくちゃちょっと貴重な情報ですね。あとお腹周りとかも後ろがグニャンって歪んだら赤信号でも、逆にストライプのような背景のところでウエストが分かるような状態で写真だったり動画を撮ってて歪んでない子っていうのはスタイルが絶対いいです。逆の確認にもなるんですね。逆の確認にもなります。写真の加工のポイントとしてはその背景、ぜひ見てみてほしいです。ちなみにこれ動画だとどうなるんでしょうか。そうですね、動画はもうそもそも載せている子ってかなりいい子なんじゃないかなと。載せてる子少ないので、それだけで写真より信憑性高いですよね。動画もアプリで加工とかできるかなと思ったんですけど、どうなんでしょう。多少写真よりはもちろん動いてるから。そうですね、細かい加工っていうのはできないですし、はい、顔は結構今精度高いけど、うん、体はほぼほぼ正しいかなと思います、動き回ってたりしたらかなり信憑性高いですね、はいはい、動きのある動画っていうのが一つのポイントかもしれない、ね、そうです。あとはどうしよう、投稿内容だったりとか、はい、文章だったりとか、はい、そういうところで何か見るポイント
いくつかあります。まずは、うん、投稿頻度がコンスタントに投稿されている子、ムラがない子です、ね、なるほどなるほど。例えば出勤日は10件投稿してるんだけど、はい、休みになったら000みたいな、毎日、はい、2件とか3件ずつなんだけど、はい、しっかり更新し続けてる子っていうのは、うん、性格上真面目な子が多いです。やろうと決めたことをしっかりとこなしている子なので、うん、接客にもムラがあまりないでしょうし、性格も良さそうですよね。そうですね、はい、毎日更新してる子っていうのはすごくいいポイントなんじゃないかなと思います、はい、あとは、はい、内容でいくと、はい、定型文とか載せてる子はちょっと危険かもっていうので、ヘブンで定型文の投稿ができるんですよ。今日私出勤しますとか、はいはいはい、今週の予定は何日ですみたいな、定型文だったりとか、はいはい、それも自動でできるもの、あとは、まあ、おはようございます今日も遊ぼうねみたいな、最低限しか投稿していない子よりかは、はい、やっぱり自分の言葉で更新してる子の方が頑張ってるんじゃないかな、はい、自分の言葉でしっかり。そうですね、そうするとやっぱりキャラクターあるじゃないですか、うんうん、はい、明るい子だったりとか、うんうん、攻め好き受け身好きっていうのも見えない、はい、どんな子なのか、店長のコメントなんて参考になりませんから参考になりませんからさらっと言わね参考にならなくはないですか、ね、なるんですけどお店の意図と思ってずれてることもあるので、ちゃんとしたお店だったら大丈夫と思うんですけど、その中でも女の子がこういうプレーが好きだよとか、はい、こういう風にしてくれると嬉しいなって帰ってくれてる方が、男性側も今日は責められたい気分だから私責めるの好きって言って横に行こうかなとかって思えると思うので、プレーのことをやっぱ書いてる子はいいですよね。プレーのミスマッチが防げるわけですね。防げます。絶対防ぎたいじゃないですか。そうですね、そこは、ね、見た目もそうだけどプレーのところで、ですよね、重要ですよね。確かに外さないっていう観点でいくと、うん、情報が多い方がいいわけですからね、うん、あと何かありますか、投稿内容。プライベートな瞬間が出している女の子っていうのは、余裕があるって言ったら変だけど、はい、充実してるような子が多いので、うん、お話ししても楽しい。ああ、なるほど、うん、はいはい、お出かけした時のお写真だったりとか、はい、映画アニメ、うん、ゲーム好きとかっていう、うん、こう自分の趣味のこと、風俗嬢としての私じゃない部分を見せていける女の子っていうのは、うん、会話の幅も広いし面白みがある子なのかなっていうので、うん、コミュニケーションを重視されるお客様はその辺を見るといいんじゃないかなと思いますね。あそこから共通の話題だったりも探せますし、人柄もね、うん、いう趣味とかでなんとなくねイメージできるとか、まあ、インドアなのかアウトドアなのかとか、そうですか、ちょっと僕一個気になるなって、お店の価格帯とかにもよるんですけど、うん、高級旅館行ってますみたいな子とかいるじゃないですか、はい、誰と行ったのかなとか旅行とか行ってても、うんうん、一人で行ってる子結構います。どこいるんじゃないかって思うかもしれないけど、一人行動好きな子多くて、風俗嬢の子って仕事頑張ったご褒美で宿行ったりして、まあ、ついでに写真撮るみたいな子もいるので、必ずしもそうではない、うん、そういう価値観とかも合う女の子選んだ方がいいかもしれないですね、うんうん、これを抑えていればかなりイメージに近い子が、イメージに近い子が来てくれるんじゃないかなと思います、はい、そうね、逆にそこまで考えて発信してる子ってことなんで、うん、私もセミナーとかでお伝えするときに、はいはい、ビジュアルと性格とプレイスタイル全部しっかり入れてくださいって言ってるんですよ、うん、ここをしっかり抑えて発信できてる、はい、伝わってるっていうことは、はい、もうそれだけで真面目に頑張ってる女の子なんじゃないかなと。確かに、うん、セミナーだったりとか、はい、ティナさんに教わってる子って、はい、そもそも外れがなさそうな気がします。いい子ばっかりですね、本当に真面目に自分で勉強して良い発信をしようっていう子だから、一生懸命な、ね、そうですね、はい、コスプレとかも自分で社名日記のために買って、はい、そう、コスプレ自前入してる子って絶対いい子ですよね、うん、いい子ですね、はい、自腹ですからね、あれ。そうっすね、みんな知らないかもしれないけど自腹なんですよあれ。そうなんですね、撮影とかも自腹だし、はいはい、お客さんのことを考えてるってことの現れだと思う。そうですね、より楽しんでほしいとか知ってほしいっていう気持ちの現れです。お客様に無関係ではなくて、あれも一つのポイントアップというか、いやこれ聞きました、この視点で見てないですよね確かに確かに、そうですね、はい、あれはどうですか、はい、X も今すごいじゃないですか。あ、そうですね、はい、社名日記と X って内容の違いだったりとか、そういったのである、うん、そうですね、女の子を探すっていう観点では、うんうん、社名日記、まあ、ポータルサイトの方が圧倒的に探しやすいと思います。お店をエリアだったりとか価格帯で選ぶこともできますし、はいはい、タイプの女の子の検索とかもできるから検索しやすいですよね、はい、で社名日記も見れるし、今 X だとエロい写真載せられないじゃないですか。厳しいですよね、
ね、バンされたりとかね。エロい写真もやっぱ写メ日記の方が見れる。そう間違いないですか。なので女の子探しっていう観点では、うん、写メ日記の方がいいなと思うんですけど、うん、ただ X は思いもよらない出会いがある。普段大衆ランクのお店で遊んでるお客様は、はい、お店も大衆ランクでしか探さないと思うんですよ、うん、でも X でたまたま高級店の子が流れてきて、うん、普段行かないようなお店だけど、うん、めっちゃ好みとか、うん、めっちゃ話合いそうで会ってみたいってなる、普段だったらありえなかったような出会いがあるかもしれない、うん、っていうのが X です。ね、そうですね。X の方が垣根なくというか、うん、全員に見られる可能性が高まるから、両方いいところがあるっていう感じですよね。なるほど。いや、これだけの情報があれば、外れ引く気がしないですね。そうですね。外れ引かないんじゃないかな。外れ引きたくないっていう観点だと、はい、口コミの数も参考になると思います。数ですか。数。やっぱ皆さん食べログとか見るときも、うん、口コミの数見ません。はいはい、あれと同じで、やっぱレビューがたくさんある子の方が安心ではあるかな。はい、これ一個ちょっと裏話でいいですか。僕の YouTube とかでも口コミに対するいろんなご質問とかいただくんですけど、口コミをしたら割引するっていうお店あるじゃないですか。ありますね。あれって口コミを見て割引をしていただくわけなんで、あまり悪く書きづらいっていうところがステマではないんだけれども、ちょっと忖度が入っちゃうかな。そこはお店によって口コミの平均数が変わってくると思うんです、はいはいはい、A 店では口コミの割引をやってるから、はいはい、基本50件ぐらいみんなある。そういうお店とその割引をやっていないお店だったら、はい、こことここ比べちゃうと話にならない、はい、そうですよね、はい、なのでここだけで比べてほしい。あ、なるほど。このお店の中で一番多い子とかはそれ以上のポテンシャルがあるはずなので、お店の同率の中で見てあげるといいと思います、うんうんうん、お店の中で口コミが多い子がより注目されている子。すごい納得しました。よかったです。あとちょっとですね、視聴者さんからのコメントで聞かれたことがあって、はい、女性の方からその写真を撮ってほしい、はい、頼まれることがあるらしいんですけど、いいですね、僕らどういう風に撮ったらいいのかなっていうのが分からなかったりするので、あら、まあ、男性向け女性を撮ってあげる撮り方っていうのをもしよければ教えていただきます。任せてください。これで食ってるんで、はい、本職です、ね、これがいくつかポイントがあります、はい、まず写真撮るとき画角っていうのを気にしてあげてほしくて、はいはい、画面があったら、うん、みんな上の方に頭を持ってきちゃうんですよ。あ、はいはい、そうですよね。上に頭揃えますよね。上から3分の1を下に被写体を持ってきてあげてください、うん、なんでかっていうと、うん、iPhone とかのレンズってすごく歪むんですね、うん、広角レンズに近いものなので、うんうん、外側が歪んでしまう。そうすると女の子の顔がビヨーンって伸びちゃう、漏れないってなってしまいます。漏れたね写真の方がいいので、うんはい、下の3分の2のところに収めてあげるように、はい、これ知らなかったな。してあげてください。これってじゃあ皆さんトリミングしてるってことですか。あ、トリミングしてます。そうなんです。知ってました。知らなかったの。そうですよね、はい、男性はね自撮りしないからね、うん、あとはカメラの角度、これで結構見え方変わるんですけど、うん、お顔を入れてあげたいとき、うん、お顔を可愛く撮ってあげたいときは、うん、ちょっと前に通してあげると可愛くなりやすいです、はいはい、逆に体を綺麗にエッチに撮ってあげたいときは、はい、少し被写体より下に自分が行ってあげて、うん、ちょっと上向けてあげると綺麗に撮れやすいです。なるほど。じゃあ顔を撮るのと体を撮るのでカメラの角度が変わる。ちょっと変わってきます。そうなんです。あと暗いじゃないですか、ラブホ。はいはい、そうですね、基本暗いなので部屋もとにかく全部明るくして、マックスですね、照明は。もう照明マックス、はい、でも足りないです、まだ。基本的には女性のカメラで撮ってあげて、うん、お客様のスマホのライトつくじゃないですか、あれをピッてこうはめて。え、どういうことですか。せっかくなので実演しようと思います。はいはい、ライトつけます。そうです。きましたね。ライトつけたら、はい、こういう風にして撮ってあげる。重ねるんだ。もしくはできたらこういう風にしてもいいです。両手で撮ってあげる。顔を掘りたかったらもっと顔に近づけてもいいですし、やると全然変わるんです。すっごい変わります。照らしてあげて撮ってあげてください。もう一個、はい、裏技があります。今お伝えしたことでも上手に撮れないなっていう方は、うんうん、インカメで撮ってあげてほしいんです。インカメにしてこういう風に撮ってあげる、はい、これで、はい、もうとにかくシャッターを押す。こうやって、女の子が私今どうやって写ってるかなっていうのを確認しながら、うん、確かに見えるもんね自分で。そうなんです。私ここ漏れるわっていう風に確認しながら撮って、一緒にまあ相談しながらより漏れやすい状況になります。女の子も安心ですよね、やっぱ見えてたら、うん、せっかく撮っていただいたのに、はい、うんうん、使えないみたいな、心苦しいんですよ、うん、そう、もったいないですよね。せっかく撮ってもらったのが、いろんな写真で、ね、撮っていただくと思うんですけど、うん、自分のが写メ日記選ばれたら嬉しいですよね。嬉しいっす。そうなんですよ、はい、こっちもボツにしたくないんで、うん、しっかり綺麗に撮ってあげると、うん、ね、あとね、はい、男性シャッター押す回数少なすぎ、うん、はい、はい、こっち OK みたいな、そんなんじゃ
ゃダメに決まってます。私写真めちゃめちゃうまいんですけど、はい、20-30 枚ぐらい撮りますワンカットで、はい、ちょって撮ります、ちょっとずつ変えたりとかして。なので、はい、皆さん、はい、私より下手なわけですから、うん、たくさん撮ってください。別に連打することはいいんですか？あ、いいですいいです、そこから女の子が勝手に自分で漏れたやつ選ぶから、データなんて昔のフィルムカメラと違って消せますから後で、うん、確かに、まあ、選択肢多い方がね目つぶっちゃったりとか、そうそうそうなんですよね。多めに撮りましょう皆さん、たくさんいっぱい撮ってあげてください。これで結構可愛い写真撮れそうですね。撮れると思います、うん、コスプレとか頼むお客様だったりとか、はいはい、ご自身購入して持っていく方いるじゃないですか、うんうんうん、そういう時は撮ろうかとか言ってあげてもいいんじゃないかな。そうか、女の子も言いづらいんですよ、まあ、お客様のお時間だから全然撮ってあげたいっていうんだったら、はいはい、写真日記とかのやつ撮ろうかとか言ってあげたら、あ、じゃあって言ってくれるかもしれない。めっちゃいい話聞きました、はい、こっちから提案して、もちろん女の子が最終的には選ぶんですけど、はい、それで嬉しい子もいるみたいですから、うん、助かります。やっぱみんな写真なくて困ってるんですよ。じゃあぜひね声かけてあげましょうか。自分でも自撮りできるわけですか、はい、男性が撮ることによって違いってあるんですか、はい、やっぱり女性が思う可愛いと男性が思う可愛い魅力的って違うじゃないですか。確かに男性だとお尻とかももうドーンとエロいカットで撮ってくれたりするけど、女の子なんか全体でこう可愛く綺麗にみたいな、ここは肉が気になるから見せないでとかってあるけど、男は違う目線でエロいがあるから男性目線のエロい、女では出せない部分。なるほど。あなたのフェチをぜひ撮ってあげて、うん、自分の好きな角度だったり、うん、撮って大丈夫ってことですね。あ、そこはそう、はい、基本押さえてれば、はい、俺は足の裏が好きなんだとかだったら、うん、足の裏いっぱい撮ってあげてそうですね、それが刺さるお客様も他にいるかもしれないですね。女の子が自分では撮れないものを撮ってあげるっていうのはポイントですよね。そうですね、だから皆さんがハッピーになるんですよね。女の子も自分では撮れない写真が撮れて、お客さんも撮ってあげたものが写メ日記に上がれば、めちゃくちゃ嬉しいです。いや嬉しいんですね何回も見ちゃいます。ぜひ皆さん、はい、写真チャレンジしてみてください。いやめちゃくちゃ勉強になりました。いやよかったです。僕もですね常日頃や外さない風俗遊びっていうのを発信していて、いつもと要は違う切り口というか、めちゃくちゃ勉強になりました。よかったです、はい、これ皆さん実践していただければよりですね今まで以上に外さない遊び方ができます。ぜひ何回も復習して参考にしていただきたいなと参考にしてください、はい、今日はどうもありがとうございます、はい、ありがとうございました。千賀さんの方からいろいろ活動だったりとか話があればお願いいたします、はい、普段は女の子向けに交渉しているんですけれども、私 X のアカウントがあるので、うん、そちらではまあ男性に向けたちょっとアンケート取ったりとかもしているので、うん、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います、うん、あと私キャストではないんですけど、うん、なぜかシャミ日記運営してて、ちょっとボーテンさんのアカウント借りてシャミ日記を運営してて、なんかエロい読み物として楽しんでもらえたら、いや、それ見たいな。それ見てもらえたらエロい気持ちになってもらえたら、検索したら出てくる。あ、そうですね、私もあの X から、X の方からね食べるようになってるので、ぜひ見てみていただけたら嬉しいです、はい、僕ティナさんすごいなと思ったのは、はい、男性のユーザーさんから定期的にヒアリングされてる、してます、ズームで。男性の好みだったりとか、はい、シャミ日記についての感想をね聞いた上でどんどんブラッシュアップしてる。そうなんですよ、やる機会多分あると思うので、うん、ぜひ興味ある方はおしゃべりしましょう一緒に、はい、よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。この動画を見て面白いなとかね参考になったと思った方はグッドボタンですね、チャンネル登録ぜひお願いできればと思います。それでは失礼いたします。失礼いたします。